なお、青コーナー、イム選手は規定の体重をクリアできず、本来であれば減点1、ファイトマネー 50% の没収、グローブ判定のペナルティーが課せられますが、対戦する赤コーナー、ミオ選手がハンデマッチを拒否したため、通常のルールにて試合を行います。日本女子ミニマム級3分3ラウンドで行われます。現在のチャンピオンミオ、そして韓国からイムソヒの参戦です。イムソヒはこのシュートボクシングのリングは2度目の参戦ということになります。ラウンド1、さあ第1ラウンドが始まりました。大江さん、はい、まずはこの規定の体重をクリアできなかったイムソヒですけども、ミオがそのグローブハンデを拒否したという今アナウンスがありました ねなんかまあね、でも本当体重制格闘技なんで、ここをまず試合の前にここをクリアしないと試合が始まらないですよね、はい、今日3人目でしょ。そうですね、3試合目になりますよね、ほら本当にあっちゃいけない。これ全般的に結構多いんで、まあ、ボクシング界もそうなんですけど、うん、そうですね、多いんですよね、まあ、昔はそんなになかったですけど、はい、まあ、いいストレート当てましたね。ただもうちょっとそのプロ意識というものをね、持ってほしいですよね。今格闘技界全体が抱えている問題かもしれません。そうですね、正面から蹴り足を掴んでパンチを見舞っていきましたミオです。さてミオはこれまで、まあ、その一本勝ちがないということで、この試合では狙っていくということを語っています。そうですね、何でもできて器用でね、綺麗なスタイル持ってますけども、はい、ノックアウトにつながらないですね、はい、うん、いやもちろん強い相手と戦ってますから、毎回毎回ねそういうわけにはいかないんですけどね、はい、右、ミオの右当たりました。これはダウンではありません。一応フラッシュですよね、危なかったな今のは、はい、明らかに膝をつきました。今のは引かされました。イムソヒが出てくるのか。あれもうちょっと、もう10センチくらい膝落としてたらもうダウンですね、はい、フラッシュダウンが一瞬ありましたミオです。まあ、MMA の経験がありますこのイムソヒです。以前はあのレーナと対戦をいたしました。さあ持ち上げるのか、投げを狙いに来ましたミオです。2014年の4月、今から4年前にこのシュートボクシングのリングに参戦、レーナに一本負けを喫しました。まあ、そのあたりは大江さん、はい、やはりミオもこのレーナからですね対策というのは聞いてるでしょうね。もちろんもちろん。でその後、まあ、MMA の方ね、ロード FC の方に行ってますから、組に関してはその当時よりまた強くなってるでしょうしね、はい、でまたさっきのパンチのようなストーンという硬いもの持ってますからね、まあ、対策も含めて、コンディションを整えてリングに上がらないとそんなに簡単に勝てる相手ではないというところですよね、はい、ミオも頑張らなきゃいけないですね、はい、右のパンチミオ当てました。投げを狙いに行くイムソヒの投げは少しすっぽ抜けました。残り時間がほとんどありません。第1ラウンドです。近い距離で飛んでいく、ここでゴング、第1ラウンドが終了です。さて大江さん、第1ラウンドをひっくり返っていかがでしょうか。いや一発膝ついたのちょっと危なかったですよね、はい、やっぱね、あれかな、またちょっと足が少ないかな、足技がね、はい、パンチ、いやパンチからでないといけ、蹴りからじゃなきゃいけないということはないんですけども、はい、ただまた今日みたいな相手に対してはまた一つ、蹴りのワンクッションがあるとね、パンチも当てやすくなってくるんですよ。このあたり蹴りを使うというのがいつもミオにとっての課題だと大江さんおっしゃってますね。いつもね、なんかいつも言っちゃってますけど、はい、そうじゃない場合もあるんですよ、はい、そうじゃない場合もあるんですけど、
例えば前回の美咲戦なんかだと、はい、前に出てくる 彼女の美咲のスタイルだと、ミドルキックという策はあんまりよろしくないかなと、だからパンチもいいんじゃないかと、前蹴りいいんじゃないかっていうのはなりますけど、今日のみたいな感じはまたミドルキックとかね、はい、長い距離の攻撃が必要になってくるんですよね。お、蹴ってる、お、蹴ってる、蹴り出した、来ましたね、蹴り出した、聞こえたか、2ラウンドミドルから入ってきました。まあ、この1ラウンドのインターバル中の、はい、あっとセコンドのね、はい、アドバイスというのは非常に役に立つんですよね。イムソヒも出てきました。イムソヒも投げ狙ってきますよね。いや、もちろんね、組み合わせ系ですからね、はい、MMA は参戦の経験があります。参戦して2勝1敗というレコードを持っていますイムソヒです。前に出てきます、はい、イムソヒの、ね、この構えがすごく小さくコンパクトにまとまってて、胸の前に腕がまっすぐ整ってるんですけど、はい、これがね、またモーションなくストーンと前に出るので、はい、パンチが読みづらいと思うんですよね。ここで今すぐね、相打ちになりますけど、ただイムソヒの方が手足が長いですから、はい、あのまままっすぐストレート出すとイムソヒのパンチの方が先に当たるんですよね、はい、だからそのためのワンクッションの蹴りって必要だと思うんですよね、はい、そういう意味なんですけどね。そういう意味でも蹴りを使ったことがあるんですね。タイミングをね、一つずらす、だから相棒になるとこの手の足長い選手に対しては、はい、ね、この長いストレート、今いいストレートね、持ってますんで、そうですね、足を使った方が投げを狙いました、うん、ハイキックはガードされています。まあ、少し互いに慎重な部分ありますかね。先ほどはレフリーから攻撃するように注意が与えられました。おっと、引き込むような動きを見せましたイムソヒです。立ち技状態、まあ、立ったままでの関節は認められています。シュートボクシングです。まあ、ついついいつもの動きが出てしまうんでしょうかイムソヒです。うん、ね、このね、パンチの打ち合いの相手はね、はい、部がよろしくないですよ。どうしてもリーチの長い方が先に当たります。サイドキック投げを狙います。シュートポイントにはなりません。どうでしょう、残り30秒切っていますが、互いにまだ慎重なところありますかね。慎重、イムソヒの方はもうパンチ狙ってますよね、はい、近い距離になります。ここでゴングです。第2ラウンドが終了。さて大江さん、第2ラウンドはどう映りましたか。まあ、そのお互いそのパンチの中で、優劣をつけようという意識がありますよね、はい、だからそのイムソヒの方はストレートですし、ミオの方はクロス系の右を狙ってますしね、はい、でも本当はミオ選手もまっすぐのストレートがモーションなくて素晴らしいものを持ってるんですよね、はい、ただ今日に関してはその体格的に劣っているので、手足の長さからね劣っているので、あと踏み込みの関係もあって、なかなかいいタイミングで当たってないんですけどね、はい、セコンド、ただあと先に一本ストレート1ラウンドにもらって膝ついてるのがあるんで、ね、ちょっと警戒してるところもあるかもしれないですよね。なるほど。といってももうね、ラストラウンドなんでね、はい、さあ最後の3分間です。ラウンド3、ラストラウンド、最後のラウンドが始まりました。もう互いに行かなければなりません。おっと、イムソヒのパンチが当たります。先に届いています。お、右ストレート、蹴り足を掴んで当てました。ミオ、正面で構えています。近い距離で右です。
どうでしょう、この展開での打ち合いというのはミオのパンチ当たってますか。ミノーブが当たってますよね。イムソギのパンチはどうでしょうか。そうですね、懐にミオが飛び込んでいくようになったので、はい、逆にこう長い手足を持っているイムソギにしてみると距離感を今ミオが詰めてくるときはやりにくそうですよね、はい、左こういうとこね、ミオの左、ただ距離感ある中でストーンと出される右のストレートは強いですよ、イムソギも、はい、最後のラウンドです。互いに慎重です。なかなか手が出ません。最後のラウンドですが、大江さん慎重ですね。そうですね、まあ、一発もらってるしね、はい、だからミオの攻撃に合わせて右のストレートを必ずイムソギ出してますから、はい、そうするとなかなかね、ミオも入り口がね難しいですよね、はい、さあもうすぐ残り1分を切ろうとしています。ミオの左の目の下あたりが赤くなっています。出てきましたイムソヒ。このミオのパンチの打ち終わりを狙ってるんでしょうか。左を出しますミオですが、その後は右を出してきますイムソヒ。少しプレッシャーをかけてきました。ボディ打ちましたミオ。組んだ状態で投げを狙いに行きますが不十分です。右ストレート、さあ近い距離で打ち合いです。イムソギのパンチも当たります。イムソギのパンチも当たっています。そして投げを狙いに行く。イムソギの投げ不十分です。残りが20秒切っています。もう時間がありません。イムソギのパンチ左、あっと顔面を捉えています。大江さん当たってますかね。当たってますね。スタンドでチョーク、スタンドでチョーク、これはどうだ、これはシュートサインに入ってる、シュートサイン入ってる、入ってる、どうだ。おお、危ない、腰落としましたね、ちょっといやこれはなんとか時間に救われましたが、大江さんその前にパンチ入ってましたよね。そうですね、キャッチポイント1がキャッチのポイントも入ってますし、はい、今ねラスト6秒ぐらいのとこだったんですけど、6秒ゴング鳴った後にガクンとね、はい、一瞬身を力抜けてましたよね。あ、体のね、だからしっかり締まってたんだと思いますよ。フロントチョークが、スタンディングチョークが入ってましたか。だからあれを一瞬のね、攻撃というか技の仕掛けですか、はい、さすがMMA をねしっかりやってるだけのことありますよね、はい、韓国コンテンダー女子フライ級チャンピオンのイムソヒです。さて勝負は判定に持ち越されました。29対28、青イム、ジャッジ津山、29対28、青イム、イムソヒの勝利、29対28、青イム。ジャッジは3名とも29対28をつけました。